<Ready? S 2> 雑談です最終回ですハラセンということで始まりましたハラセンラジオ陣内智則の面白い方原田専門家でございますこの番組は日々私が見ちゃったもの聞いちゃったもの食べちゃったもの飲んじゃったものそして言っちゃいけないことなんかを話しておりますぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで早速いきますか え海の始まりの最終回でした。僕ね、ずっと、あの、本当に、これは申し訳なかった。あの、伊豆谷タラナさん、名前をね、ずっと間違えてましたね。イズッラナさんを読み間違えてました。本当に申し訳なかったと思いつつ、あと、あれですよね。クラシャンの今、CM 出てますね。だから、 地続きで見ていると、夏くんと海、海ちゃんがね、えー、クラシアンの CM に出るようになったのかとか思いながら見ておりましたが、えー、海の始まりの最終回、どんな話だったのか、あらすじ読んでいきたいと思います。ベッドではなく床に敷いた布団で目を覚ます、月岡夏、カッコ、目黒蓮、海、カッコ、伊豆谷、ラナのランドセルやぬいぐるみが視界に入るが、海の姿はない、海ちゃん。 と呼びかけるるが返事ははなく部屋は静まり帰っている「その頃な南雲家で目を覚ました海は寝起きのまま今へやってきて夏くんと呼びかけるがそこに綾音大竹しのぶと翔平かっこ25がいるだけで夏はいない」「綾音から自分で帰らないって言ったんでしょ」と言われ 返す言葉のない海パジャマ姿のまま寝そべっている海に「ア音と将平は朝ごはん食べようよ」と声をかけるが「海は食べたくない」とそっぽを向く「ア音は台所でおにぎりを握り食べなきゃダメ生きなきゃいけないから」と海におにぎりを差し出すそして水木が亡くなった日におにぎりを食べた話をするやがて夏のスマホに弥生かっこ有村架純から着信が入る。 ナツが電話に出ると弥生は海からの伝言があるとナツに告げというとこから始まりましたけども今回はまあおにぎりが非常に食べたくなるようなドラマでしたけどもえっとナツくんナツくんじゃないや海ちゃんがねうんと絵本を忘れたから取りに帰るっつってまあ帰実家に帰ってそのままあのー ねえずっと美月さんのこといない」っていう,う夏くんに対して「えー、っとい,い,いないいないい,いるいない」の話をしてるんじゃないい,いたかい、ね、どうかの話をしてるのに「今いない」って言われても。 いや、いたじゃん、昔。っていうことを、そこの対,対立というかね、そこへの理解を求めての犯行というかね、で、まあ、あの実家に帰ってて、で、夏くんもそれ、あの、角くんに言われて気づいてね、うん。で、この最終回の後半の方、写真展に行ってね、現像したら、え水木さんがこの部屋にもいたよっていう写真をあ こうも良かったねだからずっといないいないってね否定してたんだけどいやいやここの部屋にもいたよっていう時のあの海ちゃんの笑顔ね。 あっこも良かったなと思いながら、それから、えっと、日曜日に、うん、会社に行かなくちゃいけないっつって、一人でお留守番できる、一人で練習するって言ったのにいいよっつって、ここは頼ると言って、夏くんが頼ったのが角さんだったっていうところも、これまたね、BL 心をくすぐるというかね、うん、そこの雪解けも描かれていたし、 えそれから海ちゃんはね弥生さんに連絡して弥生さんも来てしかもあの弟の大和くんもやってきてみたいなみんなのこうわだかまりが海ちゃんを中心にこう解けてきて何だったらこのまま弥生さんと夏くんもみたいな雰囲気はね雰囲気はあるんですけどいやそうなるとまたいろいろ抱えちゃうからっつって弥生さんはね あの距離を置いてるだからあの最終回はみんなあのなんだろう鞘に収めたというかねいろいろあったけどまああのいい感じで終わりましたって感じでしかもまあ一番はやっぱ夏くんの成長ですよねそのいろいろこう足らないところというかう自分がずっと気づかなかった こう無自覚に人を傷つけていたことにやっと夏くんも気づいてそれで2人で海ちゃんとあの暮らしていくというところで終わっておりましたがまあねドラマなんかぬるっと終わったように感じますけどもいやいやそうじゃなくてそれぞれのこのさやをねちゃんと収めた感じは。 いやすごいなと思いました。あと、彩音さんもね、ごめんね、厳しいことばかり言ってっ、つって、それはもう親で、親心ですよね。うん、親として、そういう姿勢を見せないと、甘やかして育ちちゃダメだぞ、みたいな。ただ、こう、ね、食べたくない時には、 こうねイライラしちゃって嫌な気分の時もあるけどもそういう時はお行儀悪くてもいいから食べなさいっつっておにぎりを握ったりねあの辺も,でも冒頭からいきない水木さんのおにぎり握っててとかねうんまあおにぎりだけに丸く収めたという感じですか <laughs> おにぎり丸くねえっつうのな三角だっつうのうーんそんな感じでしたねいや本当に うん、良かったなぁ。うん、な、なんしかま、うみちゃんがやっぱすごいな。本当に、みんなをね、うん、だから、こう人の心のハブとなってね、こう、あっちこっちをつなげてね、えー、なつくんがいないなつくんの部屋で、あれだけみんなが集まってきてっていうのは、本当に人柄というか、そういう、 うーん、こう、野心のないというかね、純真無垢な子供だからできた、ことだろうなと思いますし、で、夏くんと、ああ、それから角くんの間のわだかまりもなくなっているし、うーん、最後ね、あの、じゃあ送るよっつって、弥生さんと駅まで行く夏くんと弥生さんの雰囲気もね、 何だったら復縁ありそうなんじゃないのねという,そう,そうまあ今すぐにじゃないってよこの例えばこ,このシーズン2が作られる時にはまたそれぞれね大和くんがねあの恋人ができたら教えるよっつって是非っつってた塩谷よ衣さんがだからお互いがお互いの何だろうな幸せを持っている 感じで終わってるっててるうのはなんか最初はねあのー、結構過去の昔こんなだったよね,ね夏くんと、えー、弥生さんそれからずきさんのさ、まあ、過去のこととかも描いてていや最終回でそう振り返るばっかりかよとは思っていたんですがいやいやそうじゃなくてそれがあったからこそこの 先の未来への希望をねえ描いていたんだなと思っていやほんと素晴らしかったなと思いますんでぜひね見逃し配信含めてえご覧になってくださいあとチャンネル登録と高評価と Amazon でいっぱい本が出ておりますんで無料の漫画もありますんでぜひ原田専門家で検索してみてくださいありがとうございました